はい、タイガです。今回は登録者1000人未満で1万回以上再生される動画を作る方法について解説します。動画投稿頑張っているのに再生回数が全然伸びないということってありますよね。個別相談でも周りのチャンネルは再生回数が伸びているのに自分の動画はなぜ再生されないのとか、少ない投稿数で1万回以上も再生されている動画はなんで再生されているのという相談が多いです。YouTube では登録者数が少なくても再生回数を伸ばしているチャンネルはたくさんあります。これは YouTube の仕組みを理解していると悩まなくて済むのですが、ここを知らずに悩んでいる人が多いです。そこで今回は登録者が少なくても1万回以上再生される動画の作り方について解説します。この動画を見ると登録者が少なくても1万回以上再生される動画の作り方がわかります。そして人気動画を作る具体的な方法についてもわかるので、最後までぜひ見ていってください。ちなみに僕は普段アニメーションで YouTube の解説動画を投稿しています。 YouTube の始め方や登録者を増やす方法などを解説しているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。個別相談も実施しているので、概要欄の LINE アットの友達追加もよろしくお願いします。まずはじめに、登録者が1000人未満でも再生回数1万回以上は可能という話をします。動画投稿数が数本しかないのに、その1本1本の動画が1万回以上再生されていて伸びているという動画って見たことありますよね。僕の過去の動画では YouTube では動画投稿数が大事で、基本的にはコツコツ数字を積み上げて伸ばしていくということを話をしていますが、このパターンで伸ばしているチャンネルもたくさんあります。 YouTube では登録者が多い方が固定のファンがいるので再生数を伸ばしやすいんですが、特に登録者がいなくてもいきなり1万回以上の再生回数を出すことも可能です。特に需要の大きいジャンルなのに動画を投稿する人がいないジャンルだったりすると、この傾向は大きくなります。また YouTube ではブラウジング機能のおすすめや関連動画に表示、検索結果に表示など、登録者以外の人に自分の動画を届ける仕組みがたくさんあります。なのでこの仕組みをしっかりと理解した上で戦略的に動画投稿をすることができると、登録者が1000人以下でも再生回数1万回以上を達成することが可能です。これは少し初心者には難しいテクニックにもなりますが、 YouTube の仕組みを理解すると理論上は達成可能な再生回数であり、活用できるようになると大きく再生回数を伸ばすことができます。ただし注意する必要があるのが、人気動画の全てが YouTube のみで伸びているとは限らないということです。広告で伸ばしている可能性もあるし、インスタグラムでもともとフォロワーが多かったり、他の SNS でバズって今の再生数になっているケースもあります。こういう動画は見た目の数字は高いものの内容が伴っていないこともあります。最初は1万人登録とかいくものの、その後登録者が増えていなかったり再生数も積み上がっていきません。こうなってしまうと逆に伸び悩んでしまうので、長期的に見ると YouTube 単体で伸ばしていけるように改善する必要があります。また SNS から視聴者が流れてきたり、外部からいろんな属性の視聴者がチャンネルに来ると、チャンネルの視聴者層もバラバラになってしまいます。一度視聴者層がバラバラになると、企画によっては全く伸びない動画が出てきたり、クリック率や視聴維持率などの数字にもばらつきが出てしまうので、 YouTube からの評価が上がりにくくなります。長期的に考えた時には、こうやっていきなり伸びる動画を作るよりも徐々に時間をかけて右肩上がりで伸びていく動画の方がコアなファンが集まっているチャンネルとして評価されやすいので、この点は大事にするようにしましょう。はい、それでは具体的にどうしたら登録者1000人以下でも1万回以上再生されるような人気動画を作ることができるのかということについて解説します。今回は大きく5つのステップで動画の作り方について解説したいと思います。まず1つ目のステップとしては、需要のあるジャンル動画のリサーチをします。登録者が少ない状態で1万回以上の再生回数を出そうと思ったら、まずはそもそも作る動画のジャンル、作る動画自体が再生されるジャンル、再生される動画かどうかをしっかりと事前にリサーチする必要があります。このリサーチで全てが決まると言って過言ではありません。例えばこの再生回数を意識した時には、このチャンネルのような YouTube を自分で始めようと思っている人だけが見るなど、ある特定の視聴者に必要とされるようなハウツー系の動画だと一気に難しくなります。もちろん不可能ではないんですが、再生回数を意識する時にはもっと一般向け、例えば全員が興味がある、男女関係なく再生される、海外視聴者も見るといったようなジャンルで動画を投稿することを意識する必要があります。例えば日常の Vlog だったり、料理の動画、面白いエンタメ系の動画、キャンプ、車関係の動画など、幅広い層にリーチできるようなジャンルを選ぶ必要があります。いわゆる見て楽しめる分野の動画です。以前の動画でも話をしましたが、 YouTube で再生回数1000回以上の動画というのは全体の 10% 以下です。1万回再生以上となるとさらに少数になるので、かなり難易度は高くなります。。登録者1000人以下でこの1万回再生以上の動画を作るには、まずはこのジャンル選びが大事だということを押さえておきましょう。2つ目のステップとしては、ジャンルの中での最近の人気動画をリサーチします。先ほどはジャンルやカテゴリー選びの観点で話をしましたが、いいジャンルを選んだとしても YouTube で今どんな動画が再生されるのかということを意識しないと、絶対に1万回以上の再生数を超えることはできません。例えばキャンプの動画を選んだとして、今キャンプのジャンルでどんな動画が伸びているのか、どんな動画が再生されているのかということをリサーチする必要があります。僕のおすすめのリサーチの仕方としては、特にこの3ヶ月から半年でどんな動画が伸びているのかということをリサーチする方法です。というのも YouTube は1年もあればトレンドが大きく変わります。1年前は伸びていた企画でも今は伸びないということが多いです。なので1年前で100万再生ぐらいされている動画の企画を参考にしても失敗する可能性が高いです。それよりも1ヶ月前なのに10万再生とか、まだ日が浅いのに伸びている企画などは参考にできます。こういう最近の人気動画をリサーチすることがポイントになります。またもう一つポイントとしては、登録者が少ないのに伸びている動画です。登録者が10万人以上いるチャンネルで1万再生を出すことはそこまで難しくありません。ですが登録者1000人前後とか1000人以下なのに1万再生近く伸びている動画は参考にする価値があります。これは動画の企画が良くて伸びている可能性が高いからです。この最近伸びている動画、登録者が少ないのに伸びている動画をリサーチするということもポイントとして押さえておきましょう。3つ目のステップとしては、競合動画のリサーチをします。1つ目2つ目のステップでどのジャンルのどんな動画が伸びそうかということをリストアップできたら、次は同じような動画を投稿している競合の動画についてリサーチをします。例えば車の動画で人気の車種の試乗動画が伸びそうだとリサーチできていたなら、実際にその車種で検索をしてみたり、直近の動画で伸びている動画をリサーチします。そうすると自分と同じような動画を投稿しようと思っているチャンネルが多いのか少ないのか、そしてその動画の再生回数などを見ることができると思います。この時に動画があまりにもたくさん出てくるようなら、競合が多すぎてもしかしたら再生されない可能性もあります。逆に競合は少ないけど、その他の競合の動画が再生回数が低くても自分の動画は再生されない可能性があります。ここは正直その動画を出してみないとわからないところではありますが、初心者におすすめなのは同じような競合の動画が伸びていなければその動画は伸びないと判断した方がいいです。基本的に YouTube では今いろんな動画が出ているので、自分が出そうと思っている動画を全く誰も出していないということは考えにくいです。特に再生されるような人気のトピックにもかかわらず動画が出ていないということは、動画が出ていない理由があります。こういう動画を出しても失敗することが多いので、基本的には競合の動画の数が少なく、その競合の動画が大きく再生回数を伸ばしているという動画を出すようにしましょう。ここまでリサーチをして、この3ステップ目でボツにする企画は実際多いです。ここで NG ならまた1つ目や2つ目のステップに戻ってリサーチを繰り返します。登録者が少ない中で1万回以上の再生数を出そうと思ったら、このリサーチはすごく大事なので、ここのリサーチに時間をかけましょう。4つ目のステップとしては、タイトルとサムネイルを作り込むということです。リサーチができて伸びる動画の企画ができたら、動画を撮る前にタイトルとサムネイルを作り込みます。これは特に難しいことではなく、今までのステップでリサーチした動画のタイトルやサムネイルを参考に作ります。リサーチをしっかりやっていると、このタイトルやサムネイルにもいろんな共通点があることに気づくと思います。例えばタイトルで使用しているメインのキーワード、サムネイルで使用している画像、文字の量、フォント、フォントの色など様々な共通点を分析して探します。この共通点を見つけることができたら、それを自分の動画のサムネイルやタイトルに応用します。同じキーワードを使ってタイトルを作った方が関連動画に載りますし、検索でも表示されます。逆にここにオリジナル要素を入れすぎてしまうと、違う動画、違う企画の動画になってしまい、今までリサーチしたことが無駄になってしまいます。できる限り伸びている動画の本質や共通点を自分の動画に応用できるかどうかということが大事になります。また一つの動画だけを真似したり作り変えても伸びないことは多いです。サムネイルやタイトルはもちろんですが、これらはチャンネルの世界観を表すので、チャンネル名やチャンネルの雰囲気も統一感を持たせる必要があります。例えば今まではエンタメ系の面白い動画ばかりだったのに、いきなりシネマティックな動画を作っても伸びません。この場合はチャンネルごと作り変える必要があります。それくらい動画の統一感やチャンネルと企画の世界観というのは大事なので、ここも考えた上でサムネイルやタイトルを作り込みましょう。最後5つ目のステップとしては、動画のクオリティを高めてから投稿するということです。4つ目のステップまででリサーチとタイトル、サムネイルの作り込みができていたら、ある程度再生されるる動画にはなっていると思います。ですがこれだけだと1万回以上再生されるということは難しい場合もあります。タイトルやキーワードリサーチができていると YouTube の検索流入等で一定の再生数は得られます。ですがさらに伸ばすためには YouTube のおすすめや関連動画へ表示されるということが大事になります。このおすすめや関連動画に表示されるためには動画のクオリティ、つまり視聴維持率や視聴者からのエンゲージメントを高める必要があります。そのためには動画のクオリティがある程度ないと伸び悩む動画になってしまいます。正直企画やタイトル、サムネイルはリサーチしたり真似をしようと思えばそこまで難しい話ではありません。ですが世界観を応用するための動画の作り込みや編集は人気の動画は特に簡単に真似したり応用できるものではないです。これができるためには何回も撮影したり編集したり作り込みをする必要があります。もちろんこれは動画を投稿しながら徐々にクオリティを上げていくというのもいいんですが、いきなり1万回再生などを目指すのであれば動画投稿する前にある程度クオリティを高めた状態で出すということを意識しましょう。これを繰り返していくと少ない投稿数や登録者が少ない状態でも1万回以上の再生をされる動画は作れるようになります。今再生数で伸び悩んでいる人は今回紹介した5つのステップをぜひ参考にしてみてください。はい、それではおまけですが、登録者が少ない中で再生回数を伸ばすにはとにかくリサーチが重要になります。動画をリサーチせずに適当に出して伸びることはほとんどありません。たまたま伸びる動画を作れたとしてもなぜ伸びたのかという本質の部分が抜けているので再現しようと思っても再現できません。これに気づかずにどんどん方向性がずれてしまって伸びないチャンネルになるということは珍しくありません。なので動画を作る前には必ずリサーチをする癖をつけましょう。リサーチをして今回の動画はこういう企画が伸びると思って投稿して、その結果失敗したとしても反省や次の動画への改善ができます。なぜ伸びなかったのかがはっきりしているので改善点も見つけやすいと思いますし、伸びた時も次の動画に生かすことができます。それくらいチャンネルを伸ばす上では戦略的に考える必要もありますし、リサーチに時間をかけて考えて動画投稿をする必要があります。登録者が少ない状態で再生回数を伸ばしたいと思っている人はぜひここを意識してみてください。それでは本日のまとめです。今回は登録者1000人未満で1万回以上再生される動画の作り方について解説しました。その動画の作り方としては、需要のあるジャンル動画のリサーチ、最近の人気動画のリサーチ、競合動画のリサーチ、タイトルとサムネイルを作り込む、動画のクオリティを高めてから投稿する、この5つのステップが大事ということについて解説をしました。今再生回数で伸び悩んでいる人はぜひこの動画を参考にしてみてください。また動画のコメント欄で動画にしてほしい内容を募集しています。日々のチャンネル運営で悩んでいることがあればぜひコメント欄にコメントをください。概要欄の LINE アットからでも個別に動画のフィードバックもしているのでそちらも気軽にご相談ください。それでは今後もこのような動画を投稿していきますので、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは本日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。